はい。皆さん、こんにちは。レクセンリクーシの赤木です。えそれでは、えこれから約1時間、まあ1時間かからないかなと思いますけれども、え論文突破のためのスケジュールというね、えこういうタイトルで、まあ、お話をしていこうかなというふうに思っておりますけれども、まあ一応、タイトルとしては論文突破のスケジュールとはなってますけれども、え基本的な、まあ、あの、形としましてはね、え2年目向けですね、え入門講座ちょうど終わったよというぐらいの方が、まあ来年の予備試験の論文ですよね、そこに突破していくための、まあ、基本的な考え方であるとか、まあ、勉強の進め方であるとかね、そういったところを 話しようかなとその中でもね、核になってくるお話が、ですね論文合格図案作成講座というね、そういう講座がございます、そちらの講座のね、ガイダンス的なところもね、兼ねておりますので、ま論文合格図案作成講座のね、一応、進め方等もお話をしていくという感じにしたいと思います。早速ですけども、お手元にレジュメをね、用意しておりますので、そちらに沿ってね、お話し感じにしたいと思います。で、まず1ページなんですけどもね、入門がちょうど終わったよというね、そういう方のまあ今後の学習方針ですね。 もちろんまあ論文突破のためということは担当も、ね、突破した上でという話にはなってくるわけなんですけれども、まあ、その学習方針として、ね、どうやっていくべきかというのを、ね、まず第一のところでお話したいと思います。一一、まあ、一応応入門のの知識まではと、ね、通り学習済みという方に関しての、ね 学習の目標ですね、論文と担当で大きく分かれてくるところではありますけれども、まずは論文ですよね、合格ラインが50点あたりですよね、50%あたりの得点率、これが合格ラインになってきますので、どんな問題が出ても一応の水準はかける。 というね、えー、そういうランクにはちょっと持っていくというのが目標にはなってくるかなと、あのー、法務省のホームページでね、えー、合格ラインについて、えー、合格ラインじゃない、えー、と答案のそのね分布についてお話がね、えー、ページがあったりしますけれども、えー、受験生の答案をね上から4段階に分けていくというねそういう話があります、まあ、優秀なラインから良好のラインで一応の数字のライン不良ラインというふうに、ね、分けていきますけれども、えー、得点率42% ここを超えたら一応の水準です。で、そこから58%までですねえ。そこまでが一応の水準でして、そこを超えて8割ラインまで乗っかっていくね。その幅のあるところが良好と。で、8割以上のものを優秀ってするわけですけどもね。まあ、優秀とはなんかまずはっきり言ったら無理だというふうにね、えー、あまりこう狙いすぎない方がいいんじゃないかなというね。えー、特にまあ、ゴルフなんかでいけばもうホールインワン狙うようなね。それに近いところありますし、まあ、ほうね、野球に言えば満塁ホームラン狙うみたいなね。えー、そんな感じですので、あの、論文でその優秀を狙うというのはちょっとこれはね、えー、現実ラインじゃないと思います。 かといって、ねえー、一応の水準だけを、ね、取っていたらんではこれは吐はき出四42点ラインが、ねえー、10科目揃ってしまうとちょっと合格に届かない可能性もありますので一応の水準を超えて良好に入るというね、えー、そのあたりのラインというのをちょっと意識しながら、ねえー、勉強してもらえたらいいかなと、まあ、そのためにじゃあどういうふうなスキルがいるのかというのがね、えー、ここの1年目の、ね、年目終わった方の2年目の論文対策の勉強ということになると思ってください。でそれに対して担当は合格ラインがちょっと 上がりますで、えー、合格ラインといいますかね得点取るべきラインというのが8割、ですね、えー、特に予備試験になってきますと、えー、法律科目で8割取らないとね、えー、一般教養では得点しにくいという、ね、方が多いですので、まあ、一般教養で、まあ、半分あったら御の字。 まあ、下手したら3分の1ぐらい中ね、えー。そういう方がまあ比較的多いは中で、まあ、その中で、えー、一般教養60点満点で、仮に3分の1だと20点なわけでね、えー、それで合格ラインである175点前後いこうというふうになるとね、えー、法律科目240点の8割ですね。これはやっぱり欲しいなというところになってきます。で、その中でもですね、担当で、えー、取りたいのは、論文対策のところは絶対取る。これもね、大ベースになってくるという感じになるでしょうね。えー、論文用の知識をまず確立することで、大体担当は55% 5ぐらいの、ね、得点率になってきますので、えー、そういう意味で、まあ、担当対策ですね、えー、論文の分野をまず確実,確実に得点できるというふうな状態にした上でプラス担当プロパを、まあ、優先順位高いものから潰していくという、ねえー、そういう、まあ、戦略で、えー、来年の、ね、論文突破を目指してもらうという感じになるのかなと思います。なので ここから先ですね、ここの合格ラインまで行こうというふうに思えば、まあ、まずは論文はどんな問題でもね、一応の水準、これはたどり着いてできたら良好を伺えるね、そこぐらいまでなるといいかなと。で、担当については、論文分野で絶対失点しない、プラス担当プロパーを積み上げしていく、まあ、そんなね、スケジュール、スケジュールというか、目標になるのかなと。 じゃあ、それが来年の、まあ、担当だったら5月だし、えー、論文だったら7月になるわけですけれども、えー、それに向けて、じゃあ、どこまでに確立するか、というね、えー、予備だったら、まあ、5月に担当になってくるわけで、そうなると、ね、担当プロパーの準備もした上で5月の担当を突破、というね、えー、そうなってくるわけですので、論文力の完成は基本的に今年いっぱい、というね、えー、そういうふうな、まあ、スケジューリングでやっていかないと結構大変になってくるかなと。で、えー、特に初受験の方ね、えー、来年初受験で行こうという方は、 担当式試験は結構、ね、初受験者には辛いと言われております、まあ。初受験者にとってみると、卓越対策ですね、これはある程度まとまった時間を取った方がいいだろうというね、えー、そういう感じがします。もちろん論文と、ね、卓越、両方並行でというふうにできる方は、ね、やったらいいですけども、まあ、そこまで器用にできないよというふうな方は、まずは論文を優先的に年内を終わらせて、でそこから担当に、ねえー、しっかり4ヶ月集中するというふうなスケジューリングは、ね、まず考えられるかなというふうに思います。で担当終わったら しばらくはね、えー、頭が担当脳になっておりますんでね、えー、その後7月までにかけて一応の水準まで手取り着けるようにね、もう一度リハビリをするというのがまあ一応おそらく関の山だろうと思いますね、えー。一旦高めたものを元に戻すというね、えー、そういう作業は比較的やりやすいですけどもね、そこから上積みするというのは結構大変ですね、えー。まあできたらまあ年内にね、論文力をそこそこ高めておいてね、で、えー、それで来年の担当を望んで、 で、その後担当でね、ちょっと論文の脳が若干とこね、えー、錆びついてしまいますので、そこから2ヶ月ほどで、えー、論文力をまたね、回復させて、まあできたらまあちょっとね、えー、前のところよりもプラスアルファがあったらなというね、えー、それぐらいで論文を望むというふうな感じになるのがね、えー、現実なんじゃないのかなという気はしております。まあなので、えー、スケジューリングですよね、えー、大まかにね、えー、予備試験を目指すという方に関していけば、特に初受験、来年を目指す。 ということになってくると、まあ、現状、現状2019年の5月、そこから12月までは、基本的には論文力の底上げプラス確率と、これがまあ最優先になってくるだろうと、ね、特に7科目、基本、7科目ですよね、えー、そこの論文力の底上げプラス確率というところは、しっかりとして、 でそこから来年の5月に向けてですけれども2020年5月ですよね、えー、ここはまあ択一力の底上げと完成とこれがまあ必要になるのかなと。 いうう感じでしょうねでもちろんまあこれを同時並行でできる方はしていただいて結構です、ねえー。来年の5月までですね、えー、一応まあ両方並行してやるんだという方は、もちろん、ね、できるんであればそれはやっていただいたらいいかなと思いますけれども、まあ、そんな器用じゃないという方は、先に論文を優先する、でその上で択一はあと集中してやるっていうね、えー、そういうのでも別に構いません。大、え、体、ー、まあ論文の頭でね、えー、なかなか担当を解いていくというのはね、えー、ちょっとこう切り替えが必要になりますんで、えー、若干ちょっとこうね、同時にはしにくいところあるかもしれませんが、器用な方はね、できるかなという、ね そんな感じはします、まあ一回ちょっとやってみてね、えー、両方いけそうだっていう方はもちろんそれで、えー、両方ね走って同時並行で論文力底上げ確率力底上げねそれから確率完成やっていくとこれはもうねできなくはないかと思いますけれども、まあ、そこまで器用じゃないなと思ったらねもう先に論文一気に片付けてでその上で担当を次にやってでその後担当合格すれば2ヶ月余裕があるわけですのでここでまたね、えー、論文のリハビリですよね。 でプラスアルファ、これを考えてもらったらいいかなと思います。論文力のリハビリですね。論文力のリハビリプラスアルファをまあ、5月から7月にかけてやるというね。はい。結構まあスケジューリング的にはね、そんなに取れる時間ね残ってないなという感じはねするかとは思いますけれども。 えー、ここのところですね。まあ結構ね、えー、ここから先は1分1秒がかなり大事というね。えー、そういうふうな、まあ一応ね、えー、年間に、1年間になっていくんじゃないかなというふうには思われます。はい。えー、ちなみにですが、ロースクール目指すっていう方にね、えー、とっては、まあ択一は外していくというね、えー、そういう感じになるでしょうから、まあ今年夏受ける方はね、えー、今年秋受ける方はまあ今年夏までに完成というね、ちょっとまあタイミングが早くなりますけども、まあ論文力の完成ですね。まあそこまでの え、高いスキルなくても、ロースクールは合格しますんでね。えー、ある意味、まあ、ある程度書けるというね、そのラインで論文ね、えー、なんとかなるだろうと思いますし、まあ、特に、え、論文力ね、差がつきやすいのは民事系、ね、民、商、民層ですね。えー、これでまあ、一応差がつきやすいですが、この民、商、民層については、この、えー、私の2年目講座であれば、秋口には終わってますんでね。えー、それまでに、まあ、論文力のほぼね、ある程度のところまでいってるかなと。で、えー、他の科目がね、えー、ちょっと、 受験までにね終わるのはまあ間に合わないというのはあるかもしれませんが、まあ、そのあたりはまあ前,倒し前倒ししてね何かこう勉強していくというのができるようであればねちょっとやっていただけたらなというふうには思いますが、まあ、そこはね、えー、来年の受験だという方はまあゆっくりね今年1年しっかり論文を片付けるっていうねそういうふうなスキルそういったスケジュールでねやってもらえたらいいかなというふうには思いますはい、えー、やるべきこと、ね、そこをまとめてますけれどもね論文の底上げ担当の底上げというねそんな感じになりますけれども、まあ、私のクラスで入門受けた 方に関して言えば、論文の基礎知識についてはほぼ入門で触れてますのでね、えー、新たな知識の補充というのはほぼないかなというね、そんな感じがします。むしろ1年目のね、入門でやったことの総復習で穴埋めですよね、えー、これが1年目、2年目でもね、えー、やるべきことに中心になるんじゃないかなというふうに思いますので、インプットに関しては、論文は新たなインプットはほぼないというふうに思っていただいて結構です。その代わり、アウトプット力、ね、これをかなり高めていく、まあ、これが論文のやるべきことだというふうに思っておってください。はいえー、他方で 担当はというと、ちょっと真剣インプットがあるのはね、これも否定しません。ただ、がむしゃらに全部覚えていくと、これはっきり言って効率悪いのでね、えー、担当力に関しては、まずは取るべきラインをしっかりと見てください。ねえー、取るべきラインが、卓越と論文で、まあ、出題分野の幅ですよね、えー、中心にあるのが論文の 出題範囲でして、ここから約55%程度、まあ年度によってちょっと差はありますけれども、ここの論文で確実に点を取ってくださいね、えー。論文分野からの卓別出題ですよね。えー、卓別の際にはこれは絶対取るね。ここでの穴は許されないぐらいにね、えー、ちょっと思っていただいて、えー、そこの論文分野でのまあ得点は確実に取る。でプラスやや重要な 条文判例あそれを潰していくと、まあ、私のクラスの入門口座でいけば C ランクに入ってるところですよね、えー、ここはやや重要な条文判例がそ,の、えー、それなりにあるということなので C ランクのところでまあ取っていこうと。 いうふうにするといいと思うんですね。まあ、D ランクのところはもうね、取れたらオンの字ぐらいのね、そういった感じで割り切っていただいて、え、やや重要な条文判例というのをね、え、択一ではまあ、プラスアルファしていくと、まあ、これで8割近くね、いけるのかなというふうに思います。で、択一はやっぱりこう、条文を繰り返し読むというね、これによって、え、択リ率が変わってくるというところになりますのでね、え、担当の新規インプットですね、C ランク部分の条文判例ですよね、え、これはまあ、メインにやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で卓 はもうはっきり言って数こなすというのが非常に大事でね、えー、問題を繰り返し繰り返し完璧に解けるまでやりかね、やり続けるというね、えー、もう自信持って解けるまで何度でもってね、えー、いうぐらいでして、逆に言うと自信持って一発で回答正答できたであればその問題は二回目以降も絶対解けるはずなんでね、えー、ある意味、ね、自信持って解けたら丸とね、えー、そういう感じで持っててください。えー、卓別対策の勉強についてはね、えー、ここではちょっとあまりメインではないのでお話ししませんけれども、えー、卓別に関して言うと。 自信持って正答ですすいいででかね自信持って正きたらその問題は一応クリアと思ってくださいどっかあやふやな部分があった自信がなかったたまたまあった間違えたこれらはやり直しの対象というふうに思ってねでその際には、えー、あやふやな部分間違えた部分ここは テキストに戻ると。で弱点の明示をしておくと付箋なんかを活用するといいです。でふだ、えー、使ってる付箋とはちょっと違う色の付箋ですね、えー、ちょっと細めの付箋であったりでもいいかなと思うんですけれども、えー、そこに弱点という、ね、のを明示する分かるような付箋をつける、まあ、ちょっと大きめの付箋を、ねえー、つけて、えー、何年の何問の問題で間違えたとかね そういうのをやっとくと、克服できたかどうかは、その問題を見ればできるということになりますからね。えー、なので、えー、弱点、明示する、ねえー、付箋なんかを活用するというのがね、えー、一つあり得るかなとは思います。はい、えー、どん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 ね、テキストを書き込んで汚していくというね、えー、そういう感じで勉強していってください。自信持って正当、ねえー、できたら終わりです。はい、その問題、ねえー、自信持って回答できたら、ん。 で、あやふやだったり間違ったところについてはテキスト戻って弱点明示で再度ね、チャレンジするというね、そういう対象にしていってください。はい。ということでね、え、択一対策。まあね、え、どの択一本でもいいかなと思いますけどね、え、とりあえず問題集ですね、択一の問題集、え、どれでも結構ですので、え、とりあえずそれでね、え、まあ分野別のやつが一番いいかなと思いますけどね、まず分野別に潰していく。で、それで再度ね、え、ちょっと年度ごとにまあ一応やっていくと、年度ごとのやつはね、え、ホームページで、インターネットでね、え、法務省のホームページからダウンロードしてやっていればいいというね、そんな感じになる でしょうから、えー、なので、えー、そこのところあやふやだったところ間違ったところね、まあ分野別にまずやっていくというね、えー、こういうのがまあおすすめかなというふうに思います。はい、あとまあ予備試験の場合プラスアルファで一般強調対策があります。できたら一般強調対策は早めにしちゃってください。 えー、論文力の底上げと確率。まあ、ほぼ同時並行でね、えー、学生さんだったら夏休みの間に潰してしまえとかね。えー、そんな感じで、ちょっとね、えー、時間まとまって取れるときに一気にね、ちょっとやってしまうというのがおすすめかなと思いますが、まあ、民事実務基礎ですね。えー、刑事実務基礎まあ、いずれもですけれども、えー、訴訟法と実態法の、まあ、一応プラスアルファというね、えー、そんな感じになりますので、まあ、民事実務基礎であれば民法プラス民訴。から、えー、刑事実務基礎であれば刑法プラス刑訴ですね。えー、それの、ま、一応プラスアルファという感じになりますので、 でまあ、論文の、ねえー、インプット、えー、それから問題検討に合わせてね、えー、民事系が終わりそうなころにまとめてやってしまうとかね、刑事系が、えー、終わりそうなところにまとめてやるとか、まあ、いろいろと、ねえー、やりようがあるかなと思いますので、えー、そこは民事実務基礎をもうちょっと対象に入るよと、こう思ってください。で、一般教養は結構ね、えー、いい加減って言ったら怒られますけれどもね。 まあ、取れないもんだとかね、えー、そんなに差がつかないもんだというふうに思っていただいて割り切るのも一つですからね、えー、一般教は全くゼロだとちょっと困りますけども、ある程度こうね、過去問なんか見てね、えー、まあ、ある程度のこと書けたら嫌ぐらいね、割り切っちゃってくださいというね、えー、そんな感じになるかなと思います。はい。で、できたらです、ここスケジューリングのところのね、お話では中心になるんですけれども、大まかな月ごとのスケジュールを作ってみてください。 えー、特にまあ入門講座終わった方ですね、えー、2年目の論文力完成講座じゃなかった今年の名前は、ねえー、違いますね、えー、合格度案作成講座ですけれども合格度案作成講座のスケジュールですね、えー、これをしっかりとこう、ね、自分で管理していくというところが非常に大事になってくるかなと思います特にまあ2年目講座で、ね、受けられる方ですね合格度案作成講座これが講義編とインプット編両方あります講義編 これは？入門の総復習です。で、入門講座の知識を再度ね、えー、論文用に重要なところを中心に。 講義で触れていくというふうな感じになるんですけれども入門の復習がある程度終わってるわっいう方にとってみるとこの講義編は受けなくてもまあ大丈夫かなというふうには気がしますがまあテキストが役立つと思いますねえテキストがセブンサミットテキストを圧縮して作ってますんでえなのでセブンサミットねえテキスト民法だけで千何十何百ページとあるのを350ページぐらいにギュッと縮めてしかも1年目で入門で使ったレジュメですよねあれもちょっといじれ入れ込んでということでまあかなりコンパクトなねえ冊子が出来上がってますのでえそれをまあちょっとね 持ち歩き用とかで使っていくというのはまあ,ありえるかなと思いますけれどもねえ講義編についてはある程度もうねえ自分で復習できているという方はこれはもうねえ入れるか入れないか皆さんの好きにしていただいたらいいかなと思いますでメインになるのは答案作成編ですでこれが「ライブクラスは6月開講です」こから ほぼ9月ぐらいまでが民事系です11月前半ぐらいまで,ですねここまでが刑事系でここから後後方系とこう進んでいきますんでね、えー、これが結構ね、えー、授業としてはまあ結構メイン 講義。 になりますし、皆さんの予習復習の中心になるのもね、えー、ここになってくるというふうに思っていただいたらいいかなと思います。まあ、講義編と答案作成編とね、えー、2つありますけれども、まあ、講義編、これはもうね、えー、1年目の復習用、総復習というね、そういう感じですので、まあ、倍速で聞いていただくとかね、そういうのもま、あいいのかなというふうには思うんですけれども、メインはこの答案作成編ですね、これをしっかりとね、えー、週1回のペース、最低まもってね、えー、やっていくという感じにしてください。まあ、ライブ講座の方はね、ライブに来ていただいたらこれで一応ペースメーカーできると思いますけれども、 ライブじゃない方は、ね、自分でペース、ね、ちゃんと作っておかないと、ねえー、これは自分で、ね、何月までにこれやって、ね、何月までにこれやってというのを自分なりに決めて、ね、スケジューリングをしていってください。でこれはもちろん問題解くんですけれども問題解くにあたってはおそらく1年目の復習も必然的にやらざるを得ないと思いますなので、えー、民事系、ね、例えばこう民法やるのであれば民法問題解くわからない。 ねえー、とりあえずもう解いてみてで、えー、ちょっとあやふや,やなと思うところをもう一回復習かけるというふうな感じで、ねえー、インプットアウトプットイントプットアウトプットね、えー、これをこう行ったり来たりと。 特に弱点部分についてはね、どん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 とね、自分で可視化ですよね、目に見える化をしていきまして、それで1年目のね、総復習をもう一度かけていくという感じにするといいんじゃないかなとは思いますけれども、とりあえずこのパック講座をね、活用しながらですね、スケジューリングを組んでいくと。で、できたら月ごとのスケジュールですね、これざっくりとね、6789とかね、その後方形、民事系刑事系というね、その分類でのスケジューリングになってますけれども、できたらこれ皆さんね、6月はこれをして、7月これをして、8月これをして、 利用してとまあ、カリキュラムがあると思いますのでそれに沿ってね自分は何をするのかというのをねちょっと決めていくとで実務基礎の、ね、内容なんかもねそこにスケジューリングを入れ込んでいくという感じにするといいかと思います。はい え結構勉強中心のね、えー、1年間になっていくかなというね、えー、入門の段階よりもね、ちょっと勉強量増えるというぐらいになるのが理想的ではありますので、まあ、入門プラスアルファのね、勉強量をちょっと確保しながらという感じでね、進めてもらえたら一番いいんじゃないかなとは思います。はい。ということで、まあ、大まかなスケジューリングですね。えー、これが第一のところのお話。で、まあ、方針としましてはね、えー、論文はとにかく一応の数字を超えるというねで、一応の数字で何やねんとちょっと言い忘れましたけれども、えー、これはほぼ誰もが書けるべき問題。 かけるべきラインですねこれが一応の水準と言われておりますまあ これ誰もが書くべきというとね、ちょっと抽象性高まるので、逆の、別の見方で言うとね、当事者だったら言うはずのことを必ず言うことですね、えー。当事者だったら最低限言うはずのところには言及して、これが一応の水準と思ってください。で、そこに触れなければもう、これもうね、ドボンになっちゃいますけども、最低限触れるべきところに触れたら、あとは、要件検討の正確性とかね、えー、事実の、まあ、適時の正確性とかね、ね、えー、評価のうまさ、そういったところでどんどんとね、加点、加点、加点で 良好に近づいていきますので、えーさ、誰もが触れるべき主張、それにはちゃんと触れた上でね、えー、プラス要件検討を正確にしていくというね、えー、そういう中で、えー、良好をどんどんとね、目指していくという感じになりますので、まあ、要は基本です。ねえー、基本を大事にしてねというね、えー、そういう感じの勉強になるかなと思ってください。はい、何、えー、のところに入りましょうか、えー、講義臨むにあたって合格度の作成講座のお話ですね。合格度の作成講座、まあ、特にですが、答案作成編です。 こちらに臨むにあたってですけれどもね、えー、一応いろんな心構えをね、ちょっと持っていただけたらなというふうに思ってますので、その辺をね、ちょっとお話を、ここから15分ほどね、していこうかなと思ってます。はい。えー、まずは、講義編と答案作成編の二つにね、二本立てになってるよというね、お話が0番のところです。で、えー、一応どっちがメインかっちゅうと、答案作成編がメインだよというところでね、講義編は、え、1年目の弱点のね、復習発見ですよね。弱点の発見克服か。それに使ってもらうというのがね、講義編の役割になります。まああの 3時間のね講義を倍速で聞いていただくとかね、そういうのでも全然いいかなと思います。新たなねチェックとかそういうのはしませんのでね、講義編についてはまあ一応メモを入れたりはしますけれども、基本的にはあの1年目の総復習というねそういう感じの一応勉強だよと。でそれに対して答案作成編は。 予習復習をちょっとしっかりとね、やっていただくような感じになるかなとは思います。えー、特に、答案作成編は、えー、と問題を皆さんが事前に目を通して検討してきてるというのを前提にお話を進めていきますので、えー、ある程度のね、ちょっと予習中の、ね、時間を使っていただくことになります。で、投案作成編、まあ、1講義3時間です。で、えっ、ー、と、ライブクラスであれば週に1回というね、えー、そういうペースで進んでいきますので、まあ、 スケジュール管理はしやすいね、感じになるかなと思います。まあ、あの、ペースが乱れてね、週に2回になったりとかそういうこともないのでね、入門だとね、なんか3連休あると、同月というね、なんか3連休のうち2回潰してというね、そういうのがまあ結構あったかと思うんですが、一応、答案作成編のスケジュールはもう週1回ね、ほぼ確定ですので、 ちょっと私が出張行ったりとかでね、ずれることがあるかもしれませんけれども、そこはね、基本的にずれないぞということで、スケジューリングね、しやすいだろうと、しやすいだろうというふうには思います。はい。で、どんな予習するかなんですが、基本問題の事前検討ですよね。これをやってきていただきます。え、答案構成までしていただいたら、まあ、OK かなと。答案化という文字化文章化はね、時間かかるんでね、そこはしなくて結構ですけれども、問題検討する際ですね、え、答案作成、 ままででではいいので答案の案構成まで、ねえー、基本的にしてきてきくださいで、えー、答案作成編なんでですすけれども、ね、論文問題ばっかりです、えー、基本的には旧司法試験の問題と司法試験の問題と予備試験の問題、まあ、こういったところを、ね、やっていくんですが旧司法試験と予備これが答案作成編の問題検討の中心になってきます時間が余ればプラスアルファで新司法試験の問題ね、えー、チャレンジするということもやりたいなとは思ってますけれどもランク付けしますんで、えー、答案の 問題検討ですね。ごめんなさい。問題検討の時間配分にね、えー、ちょっとこうね、えー、参考にしていただければいいかなということで、その下ですね、えー、ランク付けですね、ABC の3つに分けますんでね。えー、それで、えー、これは時間かけてやろうとか。まあ、時間かけてやろうおかしいな。えー、とりあえず集中してやろう。えー、B についてはまあちょっとね、知識確認程度に軽く見よう。 カッコの C、3番の C ですね。もうこれは飛ばすもあり、そんな感じの割り切りで、ちょっとね、ABC ランクで、第1回の講義でお話ししますんでね、第1回の講義で配布します。その配布するランク表に沿ってやると、方になるんですけれども、それだとちょっと遅いという方向けにですね、ホームページを見ていただくと、ホームページに乗っけれるかなとちょっと何とも言えないところがあるんですけどもね、 1> えっと、第1回でね扱う予定大体まあ各回20問ずつぐらい扱います、まあ、20問ずつね、えー、予習を毎回毎週してきてくださいというねそんな感じになりますが大体まあいけて20問いけない時もありますけどね1 4五5問で終わりとかね、えー、そういう時もありますが20問の予習していただきますで問題検討ね1問15分から20分 一応時間制限かけてください。その上で答案構成までできたらオッケーですねえー。答案構成ってどこまでやるのかというのはねありますが、これまた今日ねえー。第 レジュメントで第4のところ、ね、えー、それで私の答案構成だったらどこまで書くかというのをちょっと示しますので,、えーそれでねえーあ、そこまで書いておいたら OK かというのを、ね、参考にしてもらえたらいいかなと思うんですけれども、えー、その、ね、答案構成ですね、えー、それまで終わらせるのが15分から20分という、ね、1問、これでちょっと時間制限かけながらやっていくという感じにしていってください。A 問問題ははこれは何問です 難問で何が難問かというと現場思考と言われるね、えー、知識だけでは解けない思考応用がいるというのが括弧の1の A ランクですねこれも絶対に問題検討するようにしておいてください。もうこの A 問題ですね、えー、これは非常に大事ですのでね、えー、これは絶対やると。で、括弧の B の B ランク、これもまあ基本的には問題検討で、えー、答案構成までするのをおすすめします。で、ね、えー、とりあえず、まあね、えー、現場思考的なものはないけれども、えー、とりあえずね、えー、基本知識で解ける、ねえー、問題です、基礎知識で絶対落としちゃいけないというね、えー、そういう問題が、括弧の2番、B ランクと、こう思っておいてください。C ランクでですねこれ事前にできるだけ告知しようと 思いますけれどもね、えー、C ランクのところについてはこれはもうね、えー、検討から外す。 OK ではありますけれども第一回の扱う内容ですね二十問までのところについてはすいませんがで、えー、C ランクの部分多分あるとは思うんですけれどもとりあえず全問二十問までは検討してきてくださいね第一回であこれ C かよってね、えー、そういうふうに思うかもしれませんがとりあえずまあ全問検討は一応ねしていただくのがいいかなと思いますで民法一回目で、えー、民法のね、えー、その、えー、と ABC のランク表をね配ることになりますで事前にまあね、えー、ホームページで告知できたらまあしたいなと思いますけどこれはお約束はできませんのでね、えー、そこはちょっと勘弁を していいただければなと思いますが、まあ、第1回で、ね、民法20問、ねえー、少なくともまあ一応そこまでは問題検討してきて予習いただいたら、ねえー、とりあえず第1回でもう、ね、ランク表配られるのでそこで、ね、ランクを確認してその後の、ね、復習に使っていただければいいかなと思います。で、えー、商法以下については、えー、できる限りですり、ね、商法1回目の C ランクの箇所は民法の最終回でお話しするという、ね、そういう構造になってますので一応そういうふうな心づもりでおってください。えー、そそれれが間に合わなければホーームページで言うううよとか、ね、そういうのを ちょっとね、えー、各回言おうかなと思ってますが基本的にはあの、ねえー、各科目の最終回に次回の1回目の C ランクを言うというね、えー、そういう構造になるかなと思いますので、まあ、民法1回目だけがちょっとね、えー、C じゃないと、えー、C のところも含めて予習させられるというねちょっとそこは堪忍してほしいなというふうには思っております。はいい2ページ講義前の準備ととうことで はいえー、講義前の予習ですよね、えー、何をするのか、まあ、基本的には問題検討構成、答案構成メモですよね、えー、これをしていただければなというふうには思ってるんですけれども、答案構成って、これ、人によって、 中身変わります。で、えー、ここまで書いたら答案が作れるよというね、えー、そういうのを答案構成というふうに言っていくんですよね。えー、なので、まあ、ああ、最初の方はね、なかなかね、こう自信なくてですね、えー、ある程度もう書いちゃうと、ね、えー、なんかこう知らないけどね、えー、いわゆるまあ解釈論だったらね、え税、ー、の第三者のね、え第三者ね、えー、なんかこの中身の規範までね、自分でこう答案構成のメモに書いちゃってるというのがあるかもしれませんが、ここはある程度こう、もうインプットが完成していくと、メモ、 ですね、えー。いわゆるまあ第三者論とかね、えー、そう書いとけば結論と理由、規範と理由付けですよね。これは出てくるようになるという感じになるかなと思いますので、まあある程度慣れてくるとね、えー、この答案構成メモがね、本、え、間、ー、にメモになってくるかなと思います。最初の方はね、もう答案と一体化しちゃってるみたいなね、えー、そういうようになることあるかもしれませんが、まあそこはね、えー、だんだんとこうね、馴染んで、えー、短くね、まとまっていくんじゃないかなというふうには思います。で、できたらですね、えー、とおそらく多くの方が。 A4 のルーズリーフなり B5 のルーズリーフなりねそういうのを使って問題の検討していくのかなというふうに思うんですけれどもこの自分の答案構成する際ですが A4 の紙 B5 の紙いずれもどちらも一緒ですが、まあ、ノートでも一緒ですが右3分の1あたりに点線を引いてですね左側を自分用の答案構成の書く場所に。 してみてみくください自分の答案構成を書く場所ね、えー、ここにざーっと書いていくとでその際に気づいたこととかあるいは分かんなかったところそういうのが必ず出てくると思いますししかも20分の時間制限であればね、えー、これはもうここまでしかできなかったっいうのも多分出てくると思いますその辺を可視化してみてくださいでそれを書くのが右側ですここはメモ用 気づいたことが20分ここまでね20分でできた範囲あるいはプラスアルファ講義で気づいて過筆する場所ないしは訂正したりとかそういう部分が出てくると思います。 そういったメモを書くのがこの右側と思ってくださいで。この右側はまあ別に半分にしてもいいですよね。これまあ3分の1で言いましたけど、半分ぐらいにしてね。左を答案構成で、右を自分のメモというふうにしていただいても結構です。で右側に気づいたこと。 20分の範囲、講義でね気づいたことの過失訂正部分をここに書いていくというのはね、全然あり得るかなと思いますので、そこはね、皆さん自分なりにね使っていただいたらいいかなというふうには思っております。はい。ということで、まあね、当案構成メモですけれどもね、そんな感じでちょっとね、やってみてください。はい。 えー、あとできたらね、えー、ミスったところですね、まあ、これ、気づいたことが大体ね、なるかなと思うんですけども、ミスったところについてはね、なぜミスったかっていうのもね、ちょっと考えてみてください。で、大体は知識不足になることが多いかと思います。知識不足であれば、対処は入門の復習するしかないですね。知識不足じゃなくて、応用できなかっただったら、応用の仕方を真似るというね、そういう感じになります。と、ねえー、とりあえずミミススった場合ですねミスの原因と 一応自分なりに分類化してね、えー、ミスの原因について名前付けとくとねえー A、B、C とか名前つけるとかね、まああいはね、ああいうでもいいかなと思いますけども、まあ、ミスの原因ですね、パターン類型化してですね、えー、読み間違い、知識不足、応用不足、えー、応用力不足とね、えー、だいたいまあこの3つに分かれると思いますので、えー、その辺をね、自分でちょっとこうね、やってみるといいかなと思います。で、えー、とさらにまあ、プラスアルファね、えー、ちょっとお話していくと、えー、これ、東案構成まででお話がね、ちょっと終わってしまうというところにはなってくるんですけれども、 答案化する時のちょっときの注意点なんかもね。はいまあ、これも答案化するときの注意点というのも。 講義投げではお話しするることとがあると思いますので、まあ、そこもね、えー、よかったらメモなんかにね、加、え、筆、ー、していくと、まあ、自分なりのね、えー、ノウハウ本なんかが出来上がってくるかなというふうには思います。まあ、なのでね、えー、とりあえず、まあ、答案構成作るときにね、えー、とりあえず、まあ、ルーズリーフとかね、えー、ノートの取り方というのをね、えー、1枚のページに、まあ、1問とかね、そんな感じするといいですね。1枚に1問か、あるいは表で1問ですね。そんな感じで、左に自分の構成、右にメモですね。まあ、1枚で終わらないときはね、2枚3枚と使ったらいいかなと思いますが、まあ、そういう感じで予習 してもらえたらなというふうに思います。はい、えー、あとは復習する際のねお話2ページの、えー、3番のところですけれどもね、えー、講義の後の復習ですね、えー。自信持って解けた問題はまあ基本的に復習いらないかなというね、えー、そういう感じですので間違えたところとかあやふやなところをもう一度やり直すというのがね復習になるのかなというふうに思います。まあ,あの講義後の復習とね、えー、書いてあるところではありますけれどもここは卓一も同じですよね。えー、卓一でも問題解いた後のね復習の仕方というのはほぼ一緒でしてね、えー、間違えたところ ところの原因を探るで原因に応じてやり方を変えると、確、え、率、ー、だったらね知識問題と。 思考問題の2つに分かれることになるかと思いますが、知識問題だったらもう一回ね、インプットし直すしかないですし、それは思考問題であればね、これはもう一回自分で考えるだけでいいと、もう一回ちょっとね、考えてみて、あ、こう考えればいいのかというね、思考方法をね、ちょっと確認するという感じで復習することになるでしょうから、またそこはね、択一は択一で、また疑問ってありましたらね、私に聞いていただけたらいいかなというふうに思っています。はい、第3、論文。 検討の方法というふうにね、えー、書いてあるタイトルのところですが、えー、第3のところはまあ論文の まあ、なんていうかな、ベースになる力の、まあ一応まとめみたいなね、そんな感じのところです。まあ基本的にはこれ、各ね、科目によってね、ちょっとずつ間違いありますが、共通項になるところを2ページの第3のところにね、まとめております。まあ論文の検討し方法のね、お話ですが、もう確立すべき論文の検討力、まあできたらね、この今年1年で確立していただいてね、それで来年臨んでいただくというのが一番いいかなと思いますが、ほぼ全科目共通のステージでね、考えれるかなと思います。 まずは時系列等の整理ですね、もうこれ1000個には、ねえー、論文は検討できませんので、まずは登場人物とか、あるいは時系列、これを整理していってください。でその上で、ほぼ全科目共通です、原告側の主張を考えて要件検討するというね、論点探して書いていくというスタイルからは、脱却してください、えー、まずは原告の求める効果とありますが、原告の言いたいこと、主張ですよね。えー、これれまずはピッックアップしてでそれで あとは条文判例に基づいて要件検討するね。えー、要件を、まあ、上げるかどうかこれ、まあ、論文の、ねえー、ところでまたお話しますけれども、えー、要件満たすかどうかを検討していく。これがまずは出発点になります。その上で被告側の反論ですね。えー、反論には2種類あって否認か公弁かというね、えー、こういう話でして、否認か公弁ね、ね否認であればまあね、それはまあ要件当たらないという主張を書いていければいいですし、 公弁であれば、そのね、また別個の条文に基づくこういう公弁が考えられると。で、あとはその要件検討するというふうな感じになっていきますけれども、原告の主張被告の反論というね、こういう感じで考えていければ、論文の問題をおおむね答えが出せていけるね、そういう感じになるかと思います。まあ、再公弁、ね、再反論まで入っていくとはなかなかね、問題としてはなかったりすることもありますが、まあ、一応問題に、内容によってはね、再公弁以下、再反論以下もね、考えていくということになるかと思いますが、 基本的な検討性、いいでしょうかね。論点探しにならないようにしておいてください。当事者の言いたいこととその要件を条文判例に基づいて考えると。なので、困ったときは当事者目線。困ったときには条文から考えるという視点ですね。えー、条文市場主義とかね、えー、当事者目線という言葉でね、お話ししてますけれども、えー、当事者目線、条文市場主義というね、えー、この 視点で、しっかりとね、えー、一応論文を解けるようにという感じになっていただければなと思っております。はい。えー、まずはというかね、これも論文の合否をもう見分けるね、えー、合格動画かどうか結構ね、えー、分けるのは、実は原告側というかね、えー、そのまず言っていく側ですよね。言っていく側の主張がちゃんと完成されているかどうかと、これでもうね、合否決まるというぐらいに思っていただいていいぐらいですよね。えー、まずはこの原告側の主をきっちりと網羅してね、えー、書いていくというのはもう最低限。 何を網羅するかというと要件充足性については要件の 落とししがないようにしてくださいねえ昨、ー、後の要件、ねえー、95条1項2項あたりしますけれども、えー、その昨後の要件で漏れがあるとかもうお話にならないという感じになるんでねもう要件を網羅してお話しするというね、えー、要件網羅して検討するもうこれはきっちりとやってください。で解釈論は結論を左右する時だけで結構です。ねえー、結論を左右しない時にはね、えー、わざわざ解釈論を上げて何か説明するというのはなくってもうね、えー、何かこう判例の定義だけバシッと書いて終わりとかね、えー、それぐらいに解釈論を 解釈論は結論を左右するときだけある程度分量を使ってくださいそうじゃないときにはあまり分量を使わないというねそういう基本姿勢でいいかなと思います、はい えー、論点よりも争点というね、そういう意識を持ってください。いわゆる解釈論ばかり書こうというね、えー、そういうまあ予備校なんかもあったりしますが、まあそういうやり方では、現状の予備試験、使用試験では合格しませんのでね、合格しませんとは言いませんが、合格からはちょっと遠いね、勉強方法にあるというふうにね、思っていただいた方がいいかなとは思います。はい。えー、原告側の主張ね、しっかりとね、解釈論の結論を左右するときだけというね、そんな感じでは持っとってください。はい。他にも、 論文のの検討方法ととしして、ね、確立したいなといなうのは条文の指摘、ですね、えー、条文の指摘、ま,あ、までもちろん、ねえー、書くのは当然であるんですけれども、これは条文検索力が早くないとお話になりませんよね、えー、特に会社法なんかでね、ああ、あの条文あそこにあったんだと思うけど、この辺とね、えー、それで探している時間がもったいないので、ある意味、条文指摘ですね、ドンピシャできたら理想ですが、ニアピンぐらいはできるようにはしておいてください。ね、条文の 検索ですね、えー、利益相反と聞いたら356一行二行とかいけたら一番理想ではありますけどもね、えー、ある程度このね条文に対して近くにたどり着けるね、えー、早くアクセスできるというね、えー、そういうスキルをね普段からちょっと心がけておくという感じにしていってください3つ目定義の重要性ですね、えー、定義は非常に重要です特に刑法ですね、えー、刑法ではもう定義が正確かどうかでね合否が決まるって言ってもおかしくないぐらいね非常に定義が大事だよと であとは曖昧な要件ですね。民法だったら過失とかね、過失とかですね、そういったところでまあ一応要件定義ですね、あったりしますが、曖昧な定義はね、正確に具体的に書くという感じにしていくといいかなと思います。はい、えー、予備校によってこれはね、やってしまうところでありますが、3ページ上から3つ目。反対説批判はいらないと思っておいてください。問題提起もいらない。 というふうに私は一応推奨していますでなぜかというと問題提起というのは 当事者の主張を書く中ででは害でしかない、ねえー、これまあ実務家だったらね、えー、これすぐに、まあ、実務ある程度こう触ってる方は、ね、分かるかなという感じはするんですけどもね、えー、基本的に問題が「当事者の主張を書け」と書いてあったら当事者としてはこう思うという結論があるはずなんですね。でこう思うという結論の中になぜ、ね、そういう結論になるのかとのはこれをこう要件こうでこう満たされるから要件こうでこれ満たされるからというのを順々に書いていく考えていくこれが当事者の主張です。 原告としては500万請求したい請求するためにはこの要件が問題となるとかそんな思ってないですね問題となってるじゃなくてこの要件についてはこう考えるとなぜならばこうだからだというふうに当事者の人はこうなっていくんですよねこれを問題提起するというのはある意味ね当事者の主張になりきってないんですで問題提起をするというのはある意味当事者の主張からは遠い存在になりますのでむしろないやり方で書いていってくださいでまあ いわゆるこれこれが問題となるというのは、ね、推奨する予備校推奨する講師推奨する、えー、学者先生多いかもしれませんけれども僕はいらない、ねえー、解釈にもし対立があってね例えば、まあ、第三者、まあ、96条3項解釈がありますけれども、えー、この96条の第三者とは例えばですけれども。 こう進めていけばいいわけですね、えー。ここ解釈があるので第三者とは取り消し前の第三者を言うのか取り消し後の第三者を含むのかが問題となるのかそんなことを書いてもしゃあないですね、えー、そういうふうに書くんじゃなくても結論先行で書いちゃうんです第三者とは取り消し前の第三者に限るなぜならば訴求項から含めされる第三者の地位を保護するためであるというふうに結論と理由をパンパンと書けば実は問題提起しなくても論文を書けます でどうしても何か書きたければ第三者とは争いがあるがとか、まあ、書きたかったら書いたらいいですが文字数の無駄です、ね、時間と文字の無駄、ね、そういう感じの私としては思ってもます。 これこれに限るというね。まあそういうふうに結論をパンと書けば問題提起しなくても問題論文を書いていけますんでね。えー、ある意味まあ多項型ね、某塾で、えー、インプットした方はね、えー、ちょっとこう問題提起する癖がどうもついてるみたいですけどもね。えー、その癖はまあはっきり言って時間の無駄ですんでね。えー、時間と文字数の無駄ですので、まあはっきり言ってやめた方がいいというふうに私は思ってますけれども、えー、第三者とのと形でね、これ書くときも結論戦後で書いていけば問題ね、提起はいらなくなりますんでね。えー、むしろ当てはめに時間を費やせるというね、えー、そういう感じになりますので、えー、ここは まあ反対説違反とか問題提起はしないというね、えー、そういう癖をつけてもいいかなというふうには思っております。はい、あとコメ印四つ目、三、えー、ページのコメ印四つ目ですね。抽象的要件、特に必要性とか相当性とかね、刑事訴訟法とかでまああったりしますけれども、あるいは憲法では目的のね、えー、重要性、手段の必要不可欠性とかまあ要件が抽象的な場合にはほぼ事実評価で差がつくというふうに思っておいてください。まあ事実の評価ってどうするのね、えー、ある事実をどう見たらいいか、これは比較したりとか。 受け取れ方ですね、えー、当事者目線、まあ、一般人目線でどう受け取れるかというのを考えてみたりね、えー、そんな感じで、えー、事実の評価ですね、えー、だんだんとこうね慣れていきますんで、えー、比較するあるいは受け取れ方を考えるというね、えー、そういうやり方でね事実評価のスキルも、まあ、この講座の中でね、えー、一応完成されていくのかなというふうに思います。はいえー、さらにはは未知の解釈論ですね、えー、これよよくよく 最近の司法試験では出てきます。えー、全く見たこともないね、えー、条文解釈をさせられるということは、まあ結構ありますけれども、まあ困ったら解釈は趣旨からです。趣旨ってなに、誰のどんな利益を守ろうとしているかというね、これを考えると、ある程度未知の解釈論も対応できるかなというふうに思いますんでね、えー、まあ最近の商法の問題なんかでね、えー、結構現場思考、未知の解釈論ですね、これを問われるということが結構ありますが、まあそこは趣旨から行く。趣旨も条文見たら、 誰のどんな力を守ろうとしているかが分かると思いますんでね、えー。もし条文がなかったらどんな困ったことが起きるかなこれを考えると趣旨は出てくると思いますはい。えー、あと米印最後のところですね、えー、論文でよく言われるのは一方向からは書くなということをよく言われます複眼的な視点これを持ってくださいと言われるんですがこれどういうことかというと結論出すにあたって反対方向にも触れるし もう反対方向にも触れるしというね結構悩むべきポイントが必ずあるはずなんです。係いなんかではね一番話しやすいかなと思いますが捜査が適法かどうかと言われた時に適法とも言えるし違法とも言えるしってだ多分悩むと思うんですね。で適法というためには必要性相当性という要件がまあ,あったりしますけれどもえ任意捜査だったらそうですねえ必要性相当性という要件になってきますがこの必要性のところもいやいや必要じゃないとも思えると。 でも必要とも思えると悩むべき事実が上がってるはずなんです相当線のところもここを見たら不相当と言えそうだけどここを見たら相当と言えそうだというふうな感じで悩む,悩むべき事実が必ず両方向ね書いてありますその時にはどうするか確かにしかしこれを使ってください トトゥルーバット論法とねね私は言ってますけれども、ね、確かにこうとも考えられる。しかしながらこの事実からするとこういうふうに考えるべきだというふうにね、両方向に必ず目配せするというね、えー、そういう書き方をね、えー、するようにしていってください。えー、答案書く際にですね、えー、どっちとも言えるなとね、えー、そういうふうに思ったときにはね、えー、これは確かにしかしという形で両方向事実を拾うというね、えー、そういうふうにしていくことによって、えー、幅広く点が取れるかなと。これを 違法方向だと思ったら違法方向の事実だけ拾ったんじゃ点数半分にしかならないんでね。えー、半分どころかね、これは一応の水準を切る恐れも出てきますんで、えー、これはちゃんとね、両方向の事実をちゃんと目配せして書いていくと。で、えー、拾っていって評価もできたらしていくというね、えー、こういう勉強をね、えー、まあ、答案をね、作っていけるようにしていってください。はい。 ということで、まあ一応ね、えー、論文の、まあ検討の仕方ですね、えー、一般的な話ね、えー、第3のところでは以上でおしまいにしておきますが、まあこのあたりのスキルをね、えー、こっから7ヶ月、8ヶ月で、まあ確立していこうというね、えー、こういう感じで進めていただけたら幸いです。はい、えー、第4、次戦と書いてあります。まあ一応ね、これは、東案構成のメモってここまでやったらいいよというね、この参考までにね、えー、と第4のところを見ていただければいいかなと思います。はい、えー、第4ね、九州法試験の14年の問題を、 改正民法版で私今から考えていきますんでね。参考までにね、とりあえず聞いていただければいいかなとは思います。はい。第4のところですね。手控え。ま、あ答案構成する際には手控え。ね、このメモがないとどうしようもないのでね。そこの作り方も含めて、第4ね、ちょっとメモの取り方というのをね、ちょっと参考にしていただけたらと思います。はい。まず第4ですね。問いを見ようと思うと問いの方が長いので、 上から見ると、ねえー、これまあ問題読む時ですね説問が短ければ、説問から読む、ねえー。説問が短い問題が最近多いので、説問から読むことが多いですけども、説問の方が今回明らかに長いんでね、ね上から行ってください。ねえー、こういうときに、説問から読んだら時間のロスですので、上からいきます。はいえー、A が妻と共に B18 歳今一応成年の年齢は20ですのでね、えー、とりあえず未成年と思ってくださいで、えー、この B が持っている高土地というのがありましてこれを時価500万で C に売ったとはいこんな感じですね 手控えのメモとしましたらこんなメモを、ねえー、作っていける形になるでしょうね。えー、A と妻ですね、えー。これが B の法廷代理人ですね。B 代理人ですね。B 代。でこれでもう分かるようにしておいてください。えー、B の代理人として、500万で売っちゃったと、はい。何を売ったか分かるように、こうにしておきましょうかね。こ、え、う、ー、500万倍々と。で 移転登記までしちゃっておりましてその後 A は売却代金を弁済に当てちゃったとこうなっておりますねでその際ですけれども A は D に弁済する際売却代金で弁済することは隠していたけれども D は知っていた と書いてあります。で、その当時 a は無視力。こんな事情になっております。はい、無視力ときたら、まあ民法的には 4, 4。23、424あたりの条文がパパッと出てくるとね。いいんですけれども、も、えー、無視力と聞いたらね、えー、あ、債権の保全とね、えー、すぐに出てくるといいかなと思います。はい、423424あたりかな？というね。 でしかも今回は無視力で弁済したと書いてあるのできっとこっちが来るだろうというね。ええだいたい推測がね立てれるといいですけれども。はい、えー、その中で問いの一。見ていきます。一、A. 夫婦。代金を A. の D. にたす債務当てるために売却した。で C. がこのことを知っていたことを前提に一二を答えてくださいと。こう書いてありますね。で一の括弧の一が。B. の C. に対する返還請求。 返還請求ですねこれが問いの1できるかどうかと。2はというと土地を返したときに C から B に500万の請求できるかこうなっております。 はい、えー、とりあえず BC 間の問題だなというね、えー、そんな感じで、まあ、問いの1ち、括弧のうちは B が原告になってというね、えー、こういう問題ですので、まあ、B の原告の目線での主張ですよね、えー、これをしっかりとまずは作っていく、でその後と、失の反論としての C の反論ですねで、場合によってはまた B の再反論があれば検討するとこんな感じで見ていきましょう、はいえー、B の C に対する返還請求ですけれども、まあ、訴訟物をまずはしっかり特定してください、物件再建の訴訟物のまず枝分かれがあります。 で今回は物返せですね、基本的には物件的請求というふうに思ってください。はい A、物件的請求、所有権に基づく返還請求と。ですので、B 所有。でまあ、今回、土地の返還請求になってますけどね、僕は当期の抹消請求じゃないかなという気もしてますけどもね、まあ、一応、返還請求ですので、まあ、占有と。 ということにしておきましょうかね。A、B 所有 C 占有ですね。これはまあ認められると,ということになるかなと思います。 とりあえずね、B としては自分が所有するとして C が占有する土地の返還請求することが考えられるというところから出発することになるでしょうか。はい。ちょっと B 賞についてはこれ争いがね、おそらく C は出てくるんですが、B としてはそういうよとね。ね元々 B が所有していたと。で、これを C が占有しているので返せと。まあこういうふうに言っていくことになるでしょうか。はい。それに対する C の反論ですが、C としては代理人夫妻から買ってますので、まずは有権代理で あったので所有権喪失ですね、AB の所有権が失われたと、有権代理で売買をしたので、所有権喪失をしたんだと、こういう主張をしていきたいところではありますけれども、今回法定代理ですので、824条ですね、これを示すことにはなるでしょうね、824条の法定代理権。 これに基づいて代理有効に効果規則すると、まあ、こういうことによって所有権喪失を言っていくことが考えられるとはいここに対して要件を充足してしまいますので抗弁は一旦ここで終了した上で再反論ですね B の再反論を以下検討することになります B の再反論として何があるかちょっと有権代理に対して824ですね824の近くにありますとりあえず B としてみたら この土地の売買が親は借金弁債するためとということでプラス私にとってみたら土地がなくなるということでマイナスでしかないということで利益相反に当たるから無権代理になるんだという反論ですね。これが一点考えられますがこれは利益相反かどうかは外形から判断しますのでペケです。 利益相反かかどうか土地の売却が子供にマイナスで親にプラスと一概に言えるかというと土地の売却があったら子供にも代金が入ってくる可能性が客観的にはありますので客観的ににはは利益相反にはなりませんで、えー、なぜならば客観的に判断するからですよね。はい、で,きるかペケで,すでなぜならば客観的に判断ですね。 客観的にはノー当案構成ですので自分が分かればいいのでこれも有権代理もね僕は書かないかもしれませんね99条1個824だけ書くということになるかもしれませんがそれに対する再反応で826で無権代理になるというのがありうるがこれはぺけだなぜならば客観的に判断するところ客観的には売買が子供にマイナスで親にプラスとは言えないからだとこれでも答当案構成としては終わり。 826に関してのね、答案構成はおしまいです。となると、その次の反論ですね。何があるというと、親が自分の借金弁済のためと書いてありますので、いわゆる代理権乱用という話です。新民法でいくと107条ですね。代理権乱用で相手方が悪、有価数だったということで、無権代理と同様になると、こういう再反論ですね。これが考えられるということになります。はい。代理権乱用、親権者の乱用ですので、 まあ有名な判例ですね親権者の代理行為が乱用になるためには法が親権者にこう話され与えた趣旨没着するぐらいの特段の事情がいると言われております。はい、どんなことかというとこの福祉に著しく反するというねそういう事柄が必要になってくるんですが親の借金の弁済がこの 福祉に著しく反すするかかとといいうとこれわんんないんですよね今回は A の借金の弁済に充ててますけれどもこの借金が子どもの教育ローンだったらどうするっていう話があるんですね。子どもの教育ローンのための借金だとしたらこれ仕方がないなという話になるし子どもを育てる上で生活費に充てるための借金だとこれも仕方がないなという話になるので、ね、なのでこれ借金の弁済が駄目だとなるのはおそらく。の 弁ですね親が博打で作った借金これの弁済のためにとなるとこれはこの福祉に反すると親の博打の失敗を子供が尻拭いするっていうねこれはちょっと特段の事情ですねこの福祉に反するとここにとっては何らメリットがないというねそういう話になりますが親が作った借金でもローン教育ローンの弁済とかねあるいは 生活費のための弁済であれば、これは子供にとってもプラスだった借金だったわけでね、それの弁済は著しく子供に不利かと言われるとそうとは言えないのでね、これは特段の事情の有無次第ということになってくるかとは思います。はい。なので、これ次第です。まあ、三角というね、えー、場合分けするという時には僕は三角というね、そんな感じで作ったりしますけれども、まあ、三角だと、場合分けして特段の事情をね、借金の性質次第というね、そんな感じでなってくるかとは思います。はい。これが問いのちかっこいしの答案構成でして、はい。えー、まあ、答案構成 これで私はおしまいこれのあと答案作れるかなというねあとはもうタイトルナンバリングだけですよね第11かっこ1についてとで、A、B の C に対する請求は所有権を基づき返還請求であるところ、A、B の所有する土地について C が占有するとしてかかる請求することが考えられると。 でそこからも1番、ね、縦1で書いておくでその後縦2ですねこれに対する C の反論としては有権代理によって所有権が喪失したものというこういう証と考えられるとで有権代理について親、ね、権者法定代理権824があるのでその権命なされている以上はこの有権代理の代理行為の効果は B に効果帰属しているということが考えられるとでこれに対する再反論として C は B はですね 利益相反行為で特別代理人に選任してないので無権代理になるというものが考えるがこれは認められないとかねそんな感じでこう論文が作れていくんですよねこの答案構成ねこういったまあ論文が作れる基礎になるねものがあればいいかなということで私だったらこれで論文が まあ一応書けるよというまあ答案構成メモですねこんな感じになるよというふうに思っておってください、まあ、ここは皆さんも、ね、ちょっとここまでいきなりは無理だとね、えー、いきなり自分では書けないので1番、ねえー、原告の請求について2番被告の反論について3番原告の採用についてというふうにまあ書いていてねもう一度メモをね作り直すというのはあってもいいかなと思いますが私のあとはこれでもう作れるよということでこれでおしまいね最終的にはここまでいったら理想的というねそんな感じかなとは思います。はい、が 債権的請求であることははっきりしています約定債権法定債権代取消しとでいくとどれか契約上の請求でないことは確かです法定債権かなというね、えー、法律上の債権の請求ということで法定債権 C から B にどんな請求あるか500万返せおそらくですけれども売買107条で無権代理として無効になるから物を返せ金返せと ということになるので、まあ703あるいは121の2の第1項。 このどっちかかになななるんじゃないかなとは思われますでこれは改正された民法の中ではどっちにするかという,、ねえー、そう,いうまあ問題意識があってもいいかなというところになるでしょうね。えー、703だと現存利益の返還にとどまるというね、えー、そんな話になってきますけれども121の2であれば現状回復請求に拡大するというね、えー、そんな感じです。でえー、とりあえずは121の2の順用でいくということになるのかなと。 まあそれでいいと思いますが、まあ、こっちでいくという人も別にそれでも構いません自分はどっちでいくとねこれを示してくださいで順用するでいくと現状回復請求121の2はい、えー、条文をちょろっと見ていくと1 1 2二でいくと給付を受けた者は相手方を現状に服させる義務ということで B が給付を受けたに当たるかどうかですね B さんのところにお金入ってますかっちゅうと親が代理して受け取ってそのまま弁債に回してるんでね給付受けたにあたっていいのという問題意識が出てくるんじゃないかなと思いますこれ703で言っても同じ問題生じます703で言ったらこれは利得があるかどうかというねその要件に関わってくるところでどっちに行くにしても文言にあたるかというねその問題が残ってくるかなというふうには思われますはいえ今回は B 500万は未受領なので被害等こうなるのかなと思います。 はいえー、とりあえずこれ C の請求としては給付を受けたものだということで121の2の1項に当たるというふうにしていきますけれども B の反論がありますね給付を受けたに当たらないとでこれは否認ですね増分、えー、の要件に当たらないという否認これをしていくわけですけれども、まあ、その否認認められるかどうか。 未受領だ。やっぱり当たらないと。まあそんなね、結論を自分で出していただいたらいいのかなという感じでなっていきます。はい。えー、ちょっと時間の兼ねがありますの、ね、で2番ができなかったですけどね。2番については、まあ債権者代取り消しですね。え、これを考えることになります。まあ一応教育資金に当てるつもりで売ったんだけども考え変わった。で、弁済に当てた。 ねえー、この時にどうなるかということではありますが、まあ、これ取、再建的請求ですね、えー、再建的な請求でありますので、法定再建、えー、それから第取り消し、これ考えます、法定再建でいくと不当利得返還請求ね、えー、いわゆる横領金による弁済というね、横、えー、領金による弁済と考えたら、これは703、これを考えることになるでしょう。相手方が悪意重過失であればというね、そういう要件になるでしょうか。であとは、弁済の取り消し。はい 改正法でいくと弁済の取り消しですので要件としてはえ差害行為として取り消すためにはのの,1項の号この要件がいるよとでこの要件を充足したら4246の,の第1項これで返還請求がなしうるということになっていきます。 で、えー、財産の返還請求については、424の9で直接請求ができるということになっておりまして、これらの条文操作をするというね、えー、こういうお話になってくるかと思います。はい。えー、これも、答案構成としては、私はこれでおしまいですね。差、え、害、ー、行為取り消しとして500万の請求を直接することが考えられる、424の9第1項と。で、424の6第1項。で、えー、その要件としては、424の3、1項、1号、2号ですね、えー。充足することをその後述べていくと。 はい、というふうな感じになりますけれどもね、えー、とりあえずまあここは、ね、答案構成の参考までにね、えー、こんなメモを作ったらいいよというね、えー、一つのまあ参考まで見てください。で、これ、これではちょっと答案、まだこれでは不十分で書けないよという方は、もう一度、ねえー、別の文章化するようなね、答案構成メモを作っていただいたら結構でして、まあ、こんなのが考えられますかね、えー、第1。問いの1、括弧の1についてと。 B の請求、C の反論、はいまあえー、そんな感じのタイトルつけてね。で、B の請求については、所有権に基づく返還請求。で、えー、B 所有、C 占有。で、えー、認められれば、これは充足すると。で、えー、B 所有、C 占有といえれば、これは充足することになると。で、これに対して C の反論としては、 有権代理でとかね 所有権喪失だとかねそういうのを書いていくと。まあ、こういう、ま、一応ね、えー、過剰書きですよね。えー、これももちろんね、当案構成メモにはなってくるので、まあ、ここまで書いていかなきゃいけないという人は、まあいい、書いていただいても結構ですが、まあ、そうじゃなくても書けるという方はね、えー、さっきの私の手控えみたいなね、えー、そこまででも大丈夫かなというふうには思います。まあ、そこはね、えー、なんか困難んんではどうかなって疑問がある方はね、また個別にでも聞いていただくなり、まあ、ツイッターのね、えー、とりあえずダイレクトメール使っていただくなりね、いろんな方法あるかと思いますので、まあ、そういった形でどんどんね、聞いてもらえたらなというふうには思っています。 とりますはいということで、えー、ちょっとね時間超過してしまいましたけどもね私からのガイダースは以上で終わりになりますどうもお疲れ様でした